いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらのね、野菜専用肥料ということで、はい、窒素14、リン酸10、カリ13のね、はい、こちらの肥料を、はい、ピーマン、ナスビ、ね、シシトウということで、まあ、植えてるんですけれどもね、適当にちょっとやっていこうと思います。はい、まずね、こちらのね、アースドリル、ね、これで、はい、このね、周りに穴を掘っていきます。こんな感じですね。はい、はい、ね、ちょっと溝をね、作る感じです、ね、はい、もうあっち側にはね、もう穴開けてますけどね、もうこっからね、染み込んでくれればいいかなっていう感じで、はい、このね、はい、あとね、これこういう風にね、石ころを見たらね、ね、横にね、避けておきましょう。これね、入るところと入らないところっていうのはね、ちょっとね、土がね、湿ってるとこうやってね、穴、大きな穴開きますんでね、まあ軽く表面だけね、やればいいかなっていう感じなんで、まあね、本当は水まいた後でもいいんですけれどもね、もう今ちょっととりあえずもうやり始めたんで、これでいこうかなと思います。はい、ね、あんまり近くやりすぎるとね、根っこを傷めちゃうんで、はいね。で、これまたね、どうでしょう、石ころの顔を見たらね、ういっと、こっちにね、飛ばしましょう。はい、ね、こうですね。はい、先ほどのね、溶剤を、はい、混ぜてね、入れていく感じになります。はい、ちょっとね、今こう大根ね、危うくちょっとね、やっつけてしまうとこだったんですけど ね、とりあえずこんな穴、まあちょっとね、これやりすぎなんですけどもね、まあちょっとね、動画にするんであればやりすぎの方が絶対いいと思いますんでね。はい、ちょっとね、これ戻しましょう、機械をね。はい、後でね、これまあもう使いませんのでね、はい、はい、ね、ここね、しっかりきれいにね、洗っておくとね、まあ、作業場の方にね、倉庫の方に置いとくにしても土ね、つかなくていいと思いますんで。はい、ではどうやってね、巻いていくか。これね、ひしゃく、はい、これをね、使ってね、こんな感じですね。もうとりあえずもう適当ですからね、この水掘ったところにこうね、入れてあげるような、はいね、こんなことにね、いろいろまあ考えてたらね、ちょっと大変なんで、もう適量ね、だろうと信じてね、やるぐらいでいいんじゃないでしょうかね。はい、はいね、こんな感じで、まあまあ一箇所だけでもいいんでしょうけどもね、まあ、今回はもう動画を撮るにあたって、はいね、もう四隅ね、四隅に、あとね、肥料もね、高いですからね、ちょっとあまりね、無駄にはできない、無駄っていうことはないでしょうけどね。はい、ささささっとね、あちら側はね、あちらでやればいいんでしょうけど、おっと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 、はいね、こういうのは大失敗ですよ。ね、これはちょっとね、はい、なのでね、まあ、ここね、はい、ただね、水撒いてればいいんでしょうけどもね、はい、こんな感じでね、まあ、こっち側は逆にね、いらないんじゃないかなと思いますけどね、このね、下にね、落とすぐらいだったら。あ、ちょっとね、やりすぎましたね。よいしょ。はい。ね、これ別に、こうやった方がいいっていうことなんて一言も言ってません。ね、私が、ね、とりあえず肥料を撒くのに、どうやったらいいかなということでね、まあ、よくね、こう、まあ株から何本か離すとかね、いろいろありますけど、まあそんなね、農学期、まあ聞くのはいいんですけどもね、
まあちょっとね、とにかく早く簡単にやることだけをね追求してますんでね、まあただねばらまくっていうのもいいんでしょうけど、まあちょっとね今回はアースドリル使ってね、はい、やれたらいいかなっていうところでね、前回もねキュウリ、はい、キュウリじゃなくてトマトですね、トマトをやるときにちょっとね同じような形でしましたけれども、今回はもう四隅ここまでねする必要がないっていう、はいね、どうでしょうね、やりすぎだと思いますこれね、まあただね、まあ入れてる量は少ないとは思いますけどね、はい、まあこれ今回初めてね、はい、肥料ね入れてますんで、ね、少し成長がね早まるんでないかなと期待してますけどね、はい、あとこれこのナスビの株ちょっとねどうでしょう、ここにあるやつちっちゃいですよね、あとこれなんて成長するんでしょうかね、ちょっと見てみましょう、これねこれなんか大丈夫かなっていうぐらい今心配になってます、今ね予備のね株というかねナスビありますんで、それね入れてあげようかななんて、まあ取り替えてしまおうかななんてね思ってます、はい、はいね、こんなにたくさん入れてあげましょう、はいね、先ほどやったやつなんてもうね水吸い込み始めてちょっとね、色が変わってきてます、はい、あと最後ね、はい、こんな感じで、ね、簡単にすくえますんで、このね柄結構便利です、はい、よいしょね、ここにも穴が確かね、はい、開けていましたんで、はい、よし、はい、よしね、もうこれ全部入れましたね、入れたんで、まあ、あと適当にね、ここししとうですね、はい、もう入れちゃいました、全部ね、何箇所開けましたかね、全部で1、2、3、4、5、6、7、3、7、21のね、かける4で84箇所ね穴開けて肥料ぶっ込んだよということになりますね、はい、とりあえずねいつもねナスビの生育だけはあんまり、ね、良くないんでちょっとね豪快にやってみました、はい、あとねまあ場合によってはねこれこんな感じでね草取りと一緒にねこうやってしまってもいいんでしょうけどもね、これねここは間に何もないところなんで、はいね、ただねあんまり深くやるとせっかくの肥料がね流れてしまうんで、まあちょっとね表面だけさささっとこのね、はいね、よくいつもね忘れるこの、雑草ね名前カタカナの名前だと思いますけどね、はいね、これなんだろうと思いながらね毎度ちょっと調べて、はい、よしね、とにかくね雑草もねちょっと奥の方はやりづらいんでね、こうねこう表面をね、はい、よし、奥の方はねちょっと大変なんでね、はい、一かき二かきねしておけば、ね、柔らかくしておけばね手で引っこ抜くにしても抜きやすいですからね、よし、はいね、ちょっと大きいね大きい雑草はもうとにかく抜くよと、はい、このね竹は何の意味かちょっとね忘れちゃいましたけど、ちょっとこの辺にでも置いておきましょう、よし、はい、とにかくね大量に肥料をまいてあげたんでね、ちょっと生育がね楽しみですよねこれね、よいしょ、はい、こうねまあ肥料がね露出してだからってなんかね、悪いことはないと思いますけども、これ今ねあくまでも雑草取りを兼ねてねちょっと慣らしてるよと、うん、はい、よしね、まあ
ここの辺にね撒いたやつはねこっちに流れちゃうんでしょうけれどもね。はい、よしね、いうことでねしっかり穴を塞いであげましたと、ね、はいね、この冷気もね幅の狭いタイプ、これねこんな感じですから、ちょっとねここの通路ではねこういう感じで使えるんでね、まあ幅の広いやつね皆さんお持ちかもしれないですけどね、このね狭いタイプもとても便利ですと、はい、いうことでね、はい、これ幅の広いのとね狭いのと約10センチぐらいちょっと狭いんですかね、はい、いうことでね、はい、あとねまあもう少しねしっかりやりたい方はこういうねちっちゃいやつね、はい、使ってねやるのやればいいかなと思いますけどね、あ、ちょっとねここにね豆植えてるんでね、ちょっとこの辺はねギリギリちょっと攻めるわけにはいきませんのでね、はい、あとはねこれ石ころではありませんね、石ころはねとにかく見つけたら、はい、ねもう除去しましょう、あとねこれ簡単に手で引っかくとね取れるようになりますんで、はいね、とにかく雑草は見たらねこうしっかりね取ってあげるとまあいいのかなとね、雑草にね栄養をね、まあ、吸われるぐらいだったらねもうとにかくこうねしっかり取っていくといいのかなと思います、はいね、こういう裏側もね、はい、裏側も雑草ちゃんがねたくさん生えてますんでね、はい、あとねこれは大きくなったらねまあ葉っぱがね広がるんでね、まあそれなりに、くくりつけようかなって、はい、思ってます、はい、いいですね、ということで肥料のねはい、をまくという動画でした、はい、てなわけで以上ご視聴ありがとうございました。